木星の主要な不規則衛星の軌道要素を示した図。半径方向の軸は木星からの距離、円周方向は軌道傾斜角を表している。黄色の線分は衛星の近期点距離と遠期点距離を結んだものであり、軌道離心率の大きさに対応している。円の大きさは衛星のサイズ比を表している。パシファエ軍の衛星は図の中央の下方に固まっている。 パシファエ軍は木星の衛星のグループである。木星の時点方向とは逆向きに好転する逆光衛星であり、木星の不規則衛星に分類される。パシファエと類似した軌道要素を持っており、共通の起源を持つと考えられている。ただし口述するように、死のペに関しては異なる起源を持つ可能性も指摘されている。 国際天文学連合の天体 A の命名に関するワーキンググループではドイツの文献学者ユルゲン・ブランクによる提言に従い巡航軌道にある木星の衛星名は A で終わる名称逆行軌道の衛星は E で終わる名称を付けるという方針をとっている。カルメ軍の衛星はすべて逆行軌道であるため命名されているこのグループの衛星名はすべて E で終わる。 カルメ軍に属していると考えられる衛星は以下の通りである。その他、パシファエ軍に属していると考えられるが、詳細な軌道要素がはっきりしておらず未確定なものとして S2034 と S2003J23 がある。上の図でパシファエ軍付近を拡大したもの。中央付近の一番大きい円がパシファエ、右上の二番目に大きい円がシノウペである。 シノオペはやや離れた位置にあるのがわかる。他の軍との比較。赤がパシファエ軍、青がアナンケ軍、緑がカルメ軍である。他のグループと比べてパシファエ軍は軌道傾斜角の分布が広がっているのがわかる。パシファエ軍の衛星の軌道要素は軌道長半径が2300万から2400万キロメートル、軌道傾斜角が145度から158度程度の 範囲に集まっている。軌道離心率は0.25から0.43程度の範囲にある。グループ名の由来でもあるパシファエが最大の衛星で、シノーペがその3分の2程度の大きさである。軌道要素が似ていることから、パシファエ軍の衛星は、木星の重力に囚われた、小惑星が衝突によって破壊された破片であると考えられている。しかし、 アナンケ軍やガルメ軍と比べると、軌道傾斜角や軌道離心率の分布が広く、サイズもパシファエが圧倒的に大きいわけではないという特徴を持つ。またシノーペはやや異なる軌道要素を持っている。アナンケ軍やガルメ軍の衛星は、母天体の1回の衝突破壊現象によって形成を説明できるのに対し、パシファエ軍は1回の衝突破壊では形成できない。 可能性が高いと考えられている。そのため、複数回の衝突破壊が発生したか、または、グループ形成後に独立して、別の小惑星が似た、軌道要素で捕獲されたかという、比較的複雑な形成過程を経験した可能性がある。軌道要素だけではなく、衛星の色指数のばらつきが見られることも、パシファイ軍が複雑な経緯で形成されたという説を支持している。 マゼラン望遠鏡や北欧光学望遠鏡などを用いた観測では、パシファエの表面は灰色を示し、C 型小惑星と似た特徴を持つことが分かっている。しかし、カリロエとメガクリテは淡い赤色を示し、シノーペは赤色であり D 型小惑星に似た特徴であることが判明した。これらの理由から、シノーペは、パシファエ群を形成した母天体の衝突破壊とは、 無関係に、木星に捕獲された天体である可能性が指摘されており、本当にパシファエ群に属し、共通の起源を持っているのかははっきりとはわかっていない。パシファエ群を形成した母天体の特性については、パシファエ群に属する衛星の相対積をもとに、推定が行われている。シノオペを含めない場合、 母天体の半径はパシファエとほぼ同じの3 0トルと推定され、母天体の質量の99%がパシファエとして残ったと考えられている。そのため、母天体は衝突によって大きく破壊されたわけではないことが示唆される。ありがとうございます。